デイジー・ダックはアヒルをモチーフにしたディズニーアニメのキャラクター。後頭部の大きなピンク色のリボンが特徴。1937年1月9日公開の短編映画ドナルドのメキシカンドライブで初登場。この時はどんなダックという名前だったが、1940年の映画ドナルドのダンス教から現在の名前になる。価値気な性格であり、 ドナルド・ラックと喧嘩することもしばしばである。短編作品では、ドナルドと仲良くする会よりも喧嘩をする会の方が多く、ひどい場合は絶好までした会も存在する。ある意味では、デイジーも当時のドナルドの天敵と言えた。ハウス・オブ・マウスなど、近年の作品はそういうことは、全くなく、むしろ前より、仲が良くなっている。ミッキー、ドナルド、 グーフィーの三重子の二人の関係は、短編作品から現在までの二人そのもので、最初は解消なしだったドナルドにそっけなかったが、勇気を出して救ってくれた彼のことが好きになり、そう思相愛の中になった。二人に迷惑をかける、ウェーター役をしたグーフィーには、似た者同士、お似合いのカップルだねと言われている。恋人になってからは、愛情が深くなり、ドナルドのジレンマや、 ドナルドの無誘病などでその愛の深さが描かれる。勝ち気でわがままなイメージがあるが、ミッキーばかりちやほやされることを不満に思っている。ドナルドを励ましたり、助けたりするなど、彼を思うことが多く、時折、お母さんのようなところもある。また、東京ディズニーランドのトゥーンタウンにあるミニーの家の留守電話のメッセージでは、ドナルドに対してツンデレのような一面が見られる。 ミニーマウスとは親友。ミニーがキュート系であるのに対して、デイジーは大人っぽくセクシー系で喧嘩もするが、すぐ和解する。短編作品では主演作品はあったがメインとしての作品はなかった。テレビシリーズのハウス・オブ・マウスでは他のキャラ同様メインとして出演する回が増えた。ハウス・オブ・マウス、ミッキー・マウス・クラブ・ハウス、 ミッキーマウスとロードレーサーズではそれぞれ形は違えど、ポニーテールを生やしている。ショッピングが好きで、目立ちたがり屋でもある。クワックパックでもスクープを取りたいがために、ドナルドやミッツコなどに迷惑をかけることもしばしばある。ハウス・オブ・マウスではたびたびステージを乗っ取り、ディズニーの曲の替え歌を歌っていた。ドナルドダックにミッツコの老いがいるのと同様に、ミッツコの名がいる。名前は、エイプリル。 名、順である。ミッキーマウスとロードレーサーズでは、いとこのアルマンダダクワックが登場している。映画の出演作品数は14本と非常に少ないものの、ミニーマウスと並んで女性を中心に人気が高い。デイジーダックは赤ちゃんの頃はベビーデイジーだった。2006年1月17日から2006年4月4日に東京ディズニーランドで開催されたディズニープリンセスデイズでは、 1>, 1月17日限定で、デイジーダックのイラストをあしらったカップ付けデザートが販売された。販売個数が少なかったせいもあり、販売開始数時間で売り切れとなっている。ありがとうございます。